塚川市のボタン園です。国の名勝に指定されています。ボタン園として国の名勝に指定されているのは全国でもここだけです。ボタン園というと春のボタンの時期のイメージが強いですが、紅葉も素晴らしいんです。真っ赤なもみじも何本もありますし、黄色いカエデ、ケヤキの木もきれいに紅葉していました。さまざまな木々があります。落ち葉の絨毯もさまざまな色、グラデーションがとてもきれいです。その落ち葉を踏みしめながら池の周りをゆっくりと散策してください。広さは東京ドームのおよそ3倍、かなり広い面積です。池の周りを散策しますと、寒ボタンが咲いていました。寒いという字にボタンで寒ボタン、真っ赤なもの、純白、淡いピンク、つぼみがまだまだありますので、これから寒ボタン、まさに時期を迎えます。紅葉と合わせて寒ボタンを観察するのもおすすめです。